藤尾マスは日本の実業家、新名代表取締役社長、元気寿司取締役会長、東か大阪取締役会長、食分代表取締役会長、機関事業である米国から外食事業と六次産業化で、川上から川下までの食のバリューチェーン構築事業と海外展開で和食のプラットフォーム化を目指している。 1965年6月14日、兵庫県神戸市で創業家の4代目として生まれる。1989年、芦ア屋ア大学教育学部を卒業。株式会社新名に入社。2000年6月、常務取締役に就任。2003年6月、専務取締役に就任。2007年6月、代表取締役社長に就任。 2010年4月26日、三菱商事との業務提携及び資本提携。11月29日、カッパクリエイトホールディングス代表取締役会長兼社長に就任。2014年6月、元気寿司取締役会長に就任。2015年8月13日、一般社団法人全日本、米米関連食品輸出促進協議会を設立。 2016年1月22日、ワトミとの資本業務提携。4月12日、アスラポートダイニングとの資本業務提携。2017年3月31日、東か大阪取締役会長に就任。4月21日、ナチュラルアートとの資本業務提携。4月24日、東京おにぎりラボとの資本業務提携。五月十六日、 食分との資本業務提携。7月21日、雪国舞茸に出資。9月29日、寿司郎と元気寿司の経営を統合。11月17日、食品産業技術功労賞を受賞。2021年12月、株式公開の予定。ありがとうございます。